クロートしかわからない有吉さんの凄さありますか？もうバラエティとか見ててもコメントの能力とか、どういうコメントを喋ってるかとかやっぱすごいと思いますよ。はい、あとも簡単に言うと、あれだけ若手たちがね、有吉さん、慕ってるってことがそういうことですよね。みんなが認めてるってことだから。なんかその悪口言うし、チャランポランで好き勝手やってるようですけど、ちゃんと好かれてますよね。そう、んで、ちゃんと実はいろんな番組をきちっと仕切れてるじゃないですか。あれ、毒舌だけじゃ仕切れないですからね。毒舌だけじゃ、いろんな番組の個性が一つになっちゃうから飽きられちゃいますよね。確かに。はい。でもいろんな分野の番組もちゃんと司会としていろいろやってるじゃないですか。その辺の凄さはやっぱありますよね。毎日テレビでもいろんな番組が人気なわけだから。確かに。だからその、すごく面白いことを有吉さんが言ったっていうのは最近はないですよね。そう、なんか、おしゃべりクソ野郎みたいな面白いキーワードってもう10年、20年前とかじゃないですか。ただ今だと、その有吉さん、これ超面白いはないけど、なんとなく面白い番組を作っていくっていう、そういうなんかキャラがシフトしたというか、仕事も変わってきたのかなっていう気がするんですよね。だからその辺のやっぱ凄さもあるんじゃないですか。で、みんなに好かれてますからね。言うても生意気なようだけど、全然みんな好きだし、俺も好きだし。確かに。なんか、その、やんちゃで、なんか、口の悪いやつってイメージだけど、有吉超嫌いって言ってる人ってそんなにないですよね。だと思いますね。でもこういうこと言うとまたどっかでね、ラジオあたりで俺あいつのこと綺麗だとか言われるんだけど、まあ一番すごいのは後輩にすごく慕われるのはすごくいいと思いますよね。羨ましいというか、やっぱみんな認めてんだなと思いますね。竹山さんも後輩には好かれてるんじゃないですか？いやいや、僕なんか全然リスペクト全然されない芸人ですよ。あ、そう僕か、のなんことか。尊敬してる芸人なんか誰もいないですよ。でもほら、サンミュージックだとカズレーザーさんとかいらっしゃるじゃないですか。カズなんか俺のこと絶対尊敬してないですよ。まあ、誰も尊敬してなさそうだけど。若い時は結構カズも、ね、飯食わしたり一緒に遊んだりとか、大丈夫かカズとか言っていろいろやってたんだけど、売れてからはもうてっきりですね。わ かりやすい。若い時から嫌いだったのかなと思いながら。